い、皆さんこんにちは、ワーナルギルビッシュです。では今回は提督の決断図日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回最後ですね、ヤマトがニューヨークに突入、マンハッタンに突入したというところまでお届けさせていただきました。今回その続きになります。早速ニューヨークにですね、ヤマトの手法を艦砲射撃していきたいと思います。ここは先にですね、敵の飛行場を潰しておきたいのでマニュアル操作していきましょう。はい、ヤマトがですね、マンハッタン、ニューヨークに突入したんですが、飛行場の破壊できずということになりました。今回はね、まあ、ただ敵の攻撃も受けてない状態です。味方の砲撃も全然当たらなかったんですよね。まあ、航空機136潰したんですけども、まあ、飛行場自体はね、健在している状態なので、まあ、また航空機を配備されるリスクがあります。何か天候的な条件とかが悪かったっていうのも関係したりするのかもしれないですね。ここまで当たらなかったっていうのは初めてですね。まあ、ただ、このままね、取り付いているヤマト、そして第9艦隊、後続できている第6、第15艦隊もこの後ニューヨークに入ってきますので、しっかりね、ニューヨークの攻略進めていきたいと思います。で、陸戦隊を追加で配備することはできないんですが、このままですね、今シカゴに、陸戦隊2つ、第13、第17の陸戦隊入ってます。で、さらに、セントルイス、ここに今、4つの陸戦隊、入ってますので、それぞれね、この先、ワシントン、ニューヨーク、このあたりの攻略のために進撃してもらいたいと思います。でルートをですね、まあ、今だとニューオーリンズから、迂回する軍がいない状態なので、まあ、これを迂回させるかどうかなんですけども、まあ、あえてニューオーリンズまで下ってワシントンに北上するっていう遠回りのルート、まあ、実際に陸軍が進軍する場合、かなりの負担になると思うので、もうここはですね、シカゴルート。この一つに絞っていきましょう。で、シカゴ取った後は、ワシントン、ニューヨークというね、この二大都市。これの攻略に入っていきます。では、時間を進めていきます。では、第一艦隊再び攻撃に入りましょう。ヤマトの艦砲射撃、損失が重要。そうだよね、今までヤマトを突入させてれば100近く削っていたものが、ニューヨーク基地に対しては14しか削れてないので、ニューヨーク相当硬いですね。これもしかしたら陸戦隊がシカゴ経由で入ってくる方が早いんじゃないかっていうぐらい硬い。逆に言うと陸戦隊がむちゃくちゃ強いですね。ここまで順調に東海岸に向けて進行してくれていると。世界最強のね、軍はアメリカの海兵隊。まあ、日本でいうところの海軍陸戦隊なんですけど、と言われているようなんですけど、やっぱり猛者揃いということなんですかね。第9艦隊少しダメージ出てますので、一度ですね、戻しましょう。ニューオーリンズに戻します。でニューオーリンズの方には、この後ですね、第4航空艦隊、南雲さんの艦隊が今、ここで航空機の補充を待ってる状態なので、航空機を補充してですね、ニューヨークワシントンの攻略に、向かってもらいたいと思います。航空戦力はとても重要なので、これをね、しっかり活かせるように第4航空艦隊に航空機を補充。まあ、補充した航空隊はね、もちろん練度が著しく下がるんですけども、そこは致し方なしというところですね。天山がむちゃくちゃ減ってますね。まあ、ここに来てその天山をね、どれほど重要視するかというのはもちろんあると思うんですけど、艦爆に絞るという手ももちろんありますからね。
天山のやっぱり喪失数が、まあ、目に見えて大きいという状況に見て取れるんで、まあ、そこをね、どう判断して、観光と艦爆、配備するかというところになると思います。では、時間を進めていきます。さあ、シカゴで敵機来襲。爆撃機1機を撃墜。味方の損失は6。まあ、これだったら特に問題はないですかね。しっかり補給線もつなげながら、当然ですが陸戦隊はね、進んでますので、大丈夫だと思います。問題はね、ニューヨークのこの硬さ。24。削りが24ですね。なんかね、ものすごく敵に与えるダメージが少なかったですね。艦砲射撃による。さあ、シカゴの方は、海軍の陸戦隊が強襲をかけてます。陸軍もね、一応攻撃目標は、ワシントン入れてあるので、向かってきてくれる想定なんですけど、もちろん我々の方が先に先行してましたので、部隊がね、交戦状態に入るのは早いですが、それにしてもここまで陸軍の働きはね、全然目立った動きないので、まあ、陸軍にはね、一刻も早くこちらに到着してほしいなというふうには思ってます。では、その肝心の陸軍の部隊なんですけども、ちゃんとね、攻撃目標をワシントンにしてくれてる人たちがどれくらいいるのかというのを今見てるんですけども、ちょっとね、びっくりするぐらい、陸軍、非協力的ですね。全くもって、攻略する気配がない。前回の大本営会議は、陸軍にね、だいぶ譲歩して、師団の配備もね、陸軍のみ10師団と。まあそういう案になってたと思うんですけども、これを見ると、陸軍はアメリカに来る気はないですね。まあなのであれば、やっぱり海軍だけで勝っていかなきゃいけないと。いうことになりますので、まあ陸戦隊の数6個、さらに、艦隊にも乗せてますので、このまま強襲をかけていきます。第5航空艦隊。これは、山口多聞さんの艦隊ですね。ニューヨーク基地上空に到達。空爆をかけていきます。さらに、ヤマトが再び、マンハッタンに艦砲射撃。ニューヨークの方には艦隊が殺到しつつあるので、まあ、近い将来、うまくすれば次のターン、ニューヨークをね、攻略完了できるかなというふうに思ってます。ニューヨークには第7師団、まあ、海兵隊ではないですね。アメリカ軍の陸軍がいるというのを確認しています。シカゴの方では、アメリカ軍の第11師団を破って占領。この後ワシントン、ニューヨークに向けて進撃をしてもらいます。一部の部隊はワシントン。そしてまた一部の部隊はニューヨークというふうに分けてあるんですが、これそうだな。さらに一部の部隊は、陸戦隊、第7陸戦隊をシカゴ経由で、ここモントリオールに入れてイギリス軍を駆逐しておきますか。でカナダに関して言うと、拠点で言えばあとはもうシアトルは確保しているので、モントリオールを取ればカナダの制圧も事実上完了ということになろうかと思います。では、時間を進めていきます。
さあ、ワシントンに迫ってますね。ワシントン、ニューヨーク。まあ、アメリカの首都は皆さんご存知の通りワシントンですけど、金融中枢機関はニューヨークですね。ワシントンはちょっと行ったことないですね。ニューヨークの制圧完了。もうだいぶ前ですけど、ニューヨーク行った時はですね、ピットブル、おっと、これで攻略完了ですね。ちょっと話の途中になっちゃったんで、ニューヨークの話を一つ。もう10年近く前になるかなと思うんですけど、ニューヨーク行った時に、ちょうどピットブルのライブ、まあ路上ライブというか、まあゲリラライブというか、まあ当時ゲリラライブみたいなものが流行ってた時期だと思うんですけど、マンハッタンでやってたね、その、ピットブルのイベント、チラ見というかね、もう本当に残りかす最後の最後、やってたんだっていうぐらいの余韻を、感じる程度ではあったんですけど、見たのがニューヨークの思い出ですね。で、大日本帝国は勝利条件を達成。アメリカ軍の降伏。ワシントン占領、またはアメリカの国民生産力をゼロにする。もしくは、基地生産力の総計1800以上を確保すると。これどれを達成したのかというと、ワシントンなのか、それともニューヨークを攻略したタイミングなのか、ちょっと微妙ですけどね。これで攻略完了になります。ここからエンディングです。はい、というわけで提督の決断2、これでプレイ終了となります、本当に最後までご覧いただいた方ありがとうございました、またいろいろとアドバイスいただいた方、重ねて、お礼を言わせていただきたいと思います。また提督の決断はね、2,3,4 と、ちょくちょくプレイをしていきたいなというふうに思ってますので、また覗きに来ていただいてアドバイスとか感想とかいただければ嬉しいなというふうに思います。その他、僕がね、プレイしている動画、ゲームについては、まあ、戦略系のシミュレーションゲームは多いので、もし、そういった類のゲーム好きな方いらっしゃればですね、覗きに来ていただいたり、あるいはこんなゲームあるよとか、こういうプレイスタイル面白いよとか、まあ、そういうですね、ネタを提供していただければありがたいというふうに思ってますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。